中条温泉トマトの国は、長野県下見の地群栄村にある温泉宿。栄村秋山郷観光協会会員。栄村北部、北進を流れる中条川沿いに位置する。1986年10月に温泉を掘り当て、1990年7月に開業した。1997年6月には巨大彫刻を設置している。施設名にあるトマトは、 原産国、ペルーで、太陽の子供という意味を持ち合わせており、子供たちの成長、未来への願いといった思いを込めて命名されたもので、ある。客室数は、和室8室、洋室20室で、合計28室、73人を収容する。食事は、郷土料理、山菜料理などを提供。温泉は、日帰り入浴か大浴場からは、三国3味役。 苗場山を望むことができる。露天風呂はない。中条温泉トマトの国の地図左は栄。クラブスキー場で、トマトの国から自動車で5分間の資金にある。右は、新潟県中尾沼郡津南町。中条温泉の泉出は、下記の通り。中条川崩落地形。苗場山陸ジオパークのジオサイトに登録されている。トマトの国や、栄。 クラブスキー場が立地する中条川沿いの斜面はかつて生じた大規模な地滑りによって形成されたものである。中条川では江戸時代、高下4年の全光寺地震や2011年3月12日の長野県北部地震の際に土砂災害の発生が記録されている。特に2011年の長野県北部地震の際は雪が混じった。 土石流がトマトの国のすぐ直前にまで迫った。2018年5月25日、栄村で震度5強を観測した地震では、トマトの国の建物を支える柱に多くの亀裂が入り、7年前の長野県北部地震を想起させる被害がもたらされた。ありがとうございます。